厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は楽器のシンデレラと呼ばれるバイオリンをご紹介します。バイオリンは高い音域で演奏される弦楽器です。豊かな音色と多彩な表現力でソロでもオーケストラでも活躍します。歴史的な名器と呼ばれるバイオリンは美術品としても価値が高く、オークションなどでは高額で取引されたりもします。今日この動画ではバイオリンの楽器としての構造やバイオリンの発達の歴史、そして歴史的なバイオリンの名器やそれを作った制作者たち、そして代表的なバイオリンの名曲と有名なバイオリニストについても紹介します。バイオリンにまつわるいろんな情報を一本にまとめた動画です。ぜひ最後までご覧ください。バイオリンはこちらの4本の弦を張ったバイオリンと、この弓によって音が奏でられる楽器です。一般的にはこのように左手で持ち、左肩と顎の間にバイオリンを挟むような形でセットします。そして右手で持ったこの弓で弦を擦ることによって音が奏でられるのです。そして左手の指でこのように弦を押さえることで音の高さを変えられる楽器です。まずはこの音を生み出している弦について見ていきましょう。弦は羊の腸や金属、合成繊維など様々な素材でできています。バイオリンの4本の弦は最も細く高い音から1弦、2弦、3弦、4弦という数字がついています。この弦は数字だけではなく弦の音の高さを示すアルファベットでも呼ばれます。1弦はミの音が鳴るので A 線、2弦はラの音の A 線、3弦はレの音の D 線、そして4弦がソの音の G 線です。それぞれの弦が正しくこの音を奏でるには弦の張力を調整する必要があります。弦の張力を調整するのはペグと呼ばれる糸巻きのパーツです。このペグをひねることで弦を張ったり緩めたりすることができます。これをチューニング、調弦と言います。弦はバイオリンの上下に渡るように張られています。上はペグボックス、糸蔵の中に収納されています。下はテールピースと呼ばれるパーツで固定されています。ちなみにこのテールピースという部分にも精密なチューニングをするためのアジャスターがついているものがあります。バイオリンの音の高さは4つの弦のどこを指で押さえるかによって変化します。指で弦を挟むように押さえる部分は指板と呼ばれます。指板にはエボニー、黒炭というとても硬くて重い柿の木科の木材が使われます。指で押さえ続ける部分なので耐久性の高い素材を使っているんですね。次に見ていきたいのはバイオリンの胴体にあたるボディの部分です。ここは弓と弦によって生まれた音を共鳴させ増幅させるパーツです。音の響きや音色、音量などはこのボディによって大きく左右されます。バイオリンのボディは楕円形のくびれた形状をしています。上からアッパーバウツ、センターバウツ、ローアーバウツと呼ばれます。ボディに使用される木材によって楽器一つ一つの音質が変わります。ボディは表板と裏板が側板で接着されています。表板にはスプルースという程よい弾力性のある松科の木材が使われます。表板は特に響きを作る上で大切になってきます。良質なスプルース材を使っている楽器は長時間聴いても心地よい美しい音色になるそうです。裏板や側板にはメープルというカエデ科の木材が使われます。この3つの板で囲まれたボディの内部は音が響くための空間になっています。ちなみにこの表板に開いている切れ込みのような穴は F 字孔と呼ばれるサウンドホールです。音を増幅させる役割を持っています。続いて4つの弦とボディをつなぐパーツも見ていきましょう。まず部品を固定してつなぐという意味ではネックやエンドピンというパーツがあります。ネックはちょうど左手で持つ部分です。指板をボディに固定する際に支えるパーツで、裏板や側板と同じくメープル材が使用されます。エンドピンはバイオリンのお尻の部分にあるピンです。テールピースをボディに固定するためのもので、テールガットと呼ばれる紐状のものを引っ掛けて固定します。次に音をつなぐという意味で重要なパーツが駒と昆虫です。この駒と昆虫はバイオリンの神経系とも言われます。駒は弦の振動を表板に伝えるパーツです。駒はブリッジとも呼ばれ、名前の通りアーチ型になっています。
このコマは使われている木材の良し悪しだけではなく、立っている位置や傾き加減という微細な調整一つで音色を変えてしまう非常に繊細で重要なパーツです。弦の張り替えや毎日のチューニングによってもこのコマは動いてしまうので定期的な調整が必要です。このコマから表板に伝わった振動を裏板に伝えてくれるのが昆虫というパーツです。円柱状の小さなパーツでボディの内部の空洞部分に表板と裏板をつなぐように立っています。これもコマと同じく微妙な位置のズレが音色に大きな影響を及ぼす重要なパーツです。さて最後に弓も見ていきましょう。弓の木の部分はスティックと呼ばれます。弓の良し悪しはこのスティックに使われている木材で決まると言われるほど非常に重要なパーツです。木材には腰の強いもの、重心バランスの良いものが求められます。多くの場合フェルナンブコ材が使われます。スティックの下の方にはグリップと呼ばれる部分があります。ここは右手の指をかけて持つ部分です。弦に当てる部分も見ていきましょう。この白い部分には馬の尻尾の毛が使われています。弓1本に使われる毛はだいたい160本から180本程度と言われます。ただこの毛をそのまま弦に当ててもあまり摩擦が起こらず音が鳴りません。そこで摩擦を起こすために毛に松ヤニと呼ばれる松の樹液を固めたものを塗ります。松ヤニを塗ることで毛の表面には無数の突起ができます。その突起一つ一つが弦を弾くことで滑らかに音が出続けるのです。この毛をスティックに固定しているのが上はチップと呼ばれるパーツ、下はフロックと呼ばれるパーツです。そしてこの毛の張力を調整するのが弓のお尻についたスクリューと呼ばれるパーツです。今紹介したパーツ以外にもこのような顎当てと呼ばれる部分やバイオリンの後ろにつける肩当てと呼ばれるパーツもあります。バイオリンの進化はとても複雑なものだったようです。書籍によって記載が異なり諸説あるのですが、今回はその中の一例をご紹介します。遡ること9世紀ビザンツ帝国にリラという楽器がありました。ラファエロの描いたパルナッソスという絵画でこのアポロン神が演奏しているのがリラという楽器だそうです。そしてこの同時期アラブ地方にも弦楽器がありました。ラバーブという名前の楽器です。この2つの弦楽器は交易によってヨーロッパにもたらされ発展します。リラはフィドルという楽器になりました。宮廷楽器として用いられ高貴な楽器とされていました。一方ラバーブはレベックという楽器になります。こちらは村人たちのダンスに用いられるような世俗的な楽器となります。宮廷楽器のフィドルから派生したのがビオラダ・ブラッチョという楽器です。ビオラダ・ブラッチョは腕のビオラという意味です。実はこの時代弦楽器は総じてビオラと呼ばれていたのです。このビオラダブラッチョからリラダブラッチョという楽器が派生します。このリラダブラッチョは音楽の中心地イタリアで好んで演奏されるようになりました。そしてついに16世紀前半ベネチアやミラノなどの北イタリアの都市でバイオリンが誕生したと言われています。バイオリンはフィドルやレベック、リラダブラッチョなど様々な弦楽器の特徴を掛け合わせて試行錯誤の末に完成したようです。現存する最古のバイオリンはアンドレア・アマティの制作したバイオリンです。アマティ家のバイオリンといえば現在も歴史的な名器として愛好家の多いブランドです。バイオリンはその誕生の最初期からこうした一流の楽器職人たちが制作を手掛けていました。バイオリンは村人たちのダンスの伴奏楽器としてよく使われていたため、当時の貴族たちも初めはバイオリンを下級階層の楽器とみなしていました。しかし一流の職人たちによって作られたバイオリンの美しい音色と豊かな表現力は徐々に上流階級にも受け入れられ始めます。16世紀後半にはあのメディチ家とロレーヌ家の結婚式にも演奏されるほどになったのです。音楽家たちもこぞってバイオリンを演奏したりバイオリンの曲を作るようになりました。こうしてイタリアで誕生したバイオリンは急速にヨーロッパ中に広まり一躍合奏の主力楽器となりました。17世紀前半にはフランスの国王ルイ13世が宮廷合奏団国王の24のビオロンを発足するまでになります。これがバイオリンが楽器のシンデレラと呼ばれるゆえんです。
17世紀から18世紀にかけてのバロック時代にはバイオリンはイタリアの一流製作家たちによって改良が重ねられます。さらに18世紀後半から19世紀にかけての古典派の時代にはより大きな音や大胆な表現が求められるようになります。変化のポイントになったのは弓でした。パリの弓製作者のトルテが弓のカーブを変更し、弓全体で弦を強く押し続けることができるようになりました。これに伴いバイオリンも変化します。弦は長くなり、昆虫も太くなり、ネックも長くなります。ネックとボディのつなぎ目も強化され、弦の材質も変更されました。こうしてバイオリンはより力強い演奏ができる楽器になったのです。そしてロマン派の時代には名バイオリニストのパガニーニが超絶技巧を披露し、メンデルスゾーンやブラームス、チャイコフスキーらによって名作のバイオリン協奏曲も生まれたのです。バイオリンの名器は数多くありますが、今日は三大バイオリンと呼ばれる製作者をご紹介しましょう。まずはニコロ・アマティです。現存する最古のバイオリンを製作したアンドレア・アマティの孫にあたる人物で、17世紀に活躍しました。ニコロ・アマティは緻密で優雅な音色と完璧な外観のバイオリンを製作しました。ニコロ・アマティの功績は名器と呼ばれるバイオリンを製作しただけではなく、多くの弟子たちを育て上げたことにもあります。イタリアのほとんど全てのバイオリン製作者は漏れなくニコロ・アマティに学んだとも言われています。続いて紹介するアントニオ・ストラディバリもその一人です。アントニオ・ストラディバリはニコロ・アマティに学び、17世紀末から18世紀前半にかけて活躍しました。ストラディバリ家で製作された楽器はストラディバリウスと呼ばれ、今も名器の代名詞となっています。アントニオ・ストラディバリの製作したバイオリンの数は実に1000丁以上と言われ、その半数が現存しています。特に晩年作られたアントニオ・ストラディバリのバイオリンは水晶のように透明で、絹のようにしなやかで、とても輝かしい音色を持つと評価されています。3人目はジュゼッペ・グアルネリです。アントニオ・ストラディバリと同時期に活躍しました。グアルネリ家の製作する楽器はガルネリウスと呼ばれ、こちらもストラディバリウスと同様高い評価を得ています。アントニオ・ストラディバリが真面目でコツコツ仕事をするタイプだったのに対し、グアルネリは不規則な生活を好み、気が向いた時に楽器を作るというスタイルだったそうです。なんと牢獄の中でバイオリンを製作したとも言われています。グアルネリのバイオリンは大胆で個性的、豊かで張りのある力強い音色が特徴です。このストラディバリウスとグアルネリウスはよく比較されます。ストラディバリウスの歴代の所有者の一人は大作曲家メンデルスゾーンです。メンデルスゾーンの持っていたストラディバリウスは燃えるような美しい赤色からレッドメンデルスゾーンと呼ばれ、現在も代表的な歴史的名器として知られています。超絶技巧のバイオリニストパガニーニもストラディバリウスを所有していました。パガニーニの所有していた4丁のストラディバリウスはパガニーニカルテットと呼ばれ、必ず4丁で今も貸し出しされているそうです。ちなみにパガニーニはガルネリウスも演奏していました。ある日パガニーニはギャンブルでバイオリンをかけ負けてしまいます。そこに商人がやってきてパガニーニに1丁のバイオリンを勧めます。そのバイオリンがガルネリウスだったのです。ガルネリウスと共に行った翌日の演奏会は大成功でした。パガニーニは迫力のある演奏を叶えてくれたガルネリウスを当時最大の兵器として知られていたカノン砲と名付けます。その後もこのカノンは多くのバイオリニストに愛される名器となりました。こうした名器は非常に希少価値が高いので、オークションなどでは超高額で取引されます。グアルネリの名器ビュータンはバイオリンのモナリザと呼ばれ、2012年に1600万ドルで落札されたと言われています。ストラディバリの名器レディーブラントは1589万4000ドルで落札されました。これは東日本大震災の被災地支援のチャリティで、日本音楽財団は収益を全額復興支援に寄付しました。演奏楽器としてだけではなく、骨董品や美術品としてもバイオリンは多くの人に愛されています。ここからはこの素晴らしい楽器バイオリンの魅力を存分に伝えてくれる名曲についてもご紹介しましょう。まずは五大バイオリン協奏曲とも言われる5曲の有名なバイオリン協奏曲をご紹介します。
まずはメンデルスゾーンのバイオリン協奏曲ホタンチョウです。続いてチャイコフスキーのバイオリン協奏曲二長調です。そしてベートーベンのバイオリン協奏曲二長調です。続いてブラームスのバイオリン協奏曲二長調です。最後にシベリウスのバイオリン協奏曲二短調です。
協奏曲以外にもバイオリンの名曲はたくさんあります。例えばオペラの音楽をバイオリン曲として編曲したマスネのタイスの瞑想曲も有名です。それからゴセックのガボットも有名な曲です。続いてラベルのツィガーヌも名曲でしょう。またサンサンスの序奏とロンドカプリチオーソは日本でも人気の高い曲の一つです。これらのバイオリンの名曲はまた別の動画で詳しくご紹介したいと思います。最後に歴史的な名バイオリニストたちもご紹介しましょう。名バイオリニストは本当に数多くいますが、まずは超絶技巧の代名詞ニコロ・パガニーニが外せないでしょう。現在のイタリア・ジェノバ出身のバイオリニストで作曲家でもあった人物です。19世紀初頭の前期ロマン派の時代に活躍しました。パガニーニの驚異的なテクニックに数々の音楽家、ピアニストたちが刺激され、この時代は皆こぞって超絶技巧の曲を作りました。今流れているパガニーニのバイオリン協奏曲第2番ラ・カンパネラも多くの音楽家たちに影響を与えた作品です。そしてヨーゼフ・ヨアヒムもご紹介します。当時のハンガリー、現在のオーストリア出身のバイオリニストで、19世紀後半の後期ロマン派の時代に活躍しました。ヨアヒムは作曲家メンデルスゾーンに学び、自作の曲だけではなく幅広いレパートリーを持っていました。先ほどご紹介したベートーベンのバイオリン協奏曲も、ヨアヒムが演奏したことによってスタンダードな名曲として確立したと言われています。シューマンやブラームス、ドボルザークやブルッフなど数々の名作曲家たちがヨアヒムにバイオリンの名曲を献呈しました。特にブラームスとは親密で、今流れているブラームスのバイオリン協奏曲には作曲の過程でヨアヒムが技術的な助言をしたと言われています。続いても外せないのがパブロ・デ・サラサーテです。
サラサーテという名前のついた弦楽器専門の雑誌があるほど代表的な名バイオリニストです。サラサーテはスペイン出身のバイオリニストで、19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍しました。サラサーテの伝統的なスペイン音楽の演奏は多くの作曲家たちを刺激しました。サンサンスの序奏とロンドカプリチオーソ、ラロのスペイン交響曲、ブルッフのバイオリン協奏曲第2番などの名曲は、すべてサラサーテのために書かれ検定された曲です。続いてご紹介したいのはフリッツ・クライスラーです。オーストリア出身のバイオリニストで20世紀に活躍しました。クライスラーは幼い頃から驚異的な才能を見せた、いわば神童でした。幼少期からブルックナーに作曲を学んだり、名バイオリニストヨアヒムの演奏を聴くなどし、わずか10歳でウィーン高等音楽院を首席で卒業、さらに12歳でパリ高等音楽院も首席で卒業しました。その後は世界中を演奏活動で回るようになります。実は日本にも1923年に来日していて、大きな衝撃を与えたと言われています。そしてそのクライスラーを驚かせたのがヤッシャ・ハイフェッツです。ロシア出身のバイオリニストで20世紀を代表する演奏家の一人です。クライスラー同様、幼い頃から神童と呼ばれ、わずか7歳でメンデルスゾーンのバイオリン協奏曲を弾いてデビュー、12歳の若さでベルリンフィルと共演するなど世界的な大スターでした。クライスラーは13歳のハイフェッツの演奏を聴いて、一緒に聴いていたバイオリニストにこんな風に話したというエピソードが残っています。私も君もバイオリンを叩き割ってしまった方が良さそうだ。その驚異的なテクニックと完璧な演奏に、バイオリンを志した者は皆劣等感を持つと言われていて、現代最高のバイオリニストの一人パールマンは、ハイフェッツの登場で突然その驚異的な演奏と自らを比較せねばならず、誰もがハイフェッツ病にかかったと表現しました。さて、そのイツァーク・パールマンについてもご紹介しましょう。イスラエル出身の巨匠で、今音楽界で最も有名なバイオリニストと言っても過言ではないでしょう。レパートリーは極めて広く、クラシックにおいては時代を問わず演奏でき、クラシック以外の演奏でも圧倒的と言われています。多彩な音色と表情豊かな表現は、常に私たちの心を揺さぶる現代最高峰のバイオリニストの一人です。バイオリンのモナリザ、クァルネリのビュータンを使用したことからも、パールマンの偉大さが伝わるでしょうか。一例ですが、このように今ご紹介した他にも素晴らしいバイオリニストは数多くいます。皆さんのお好きなバイオリニスト、ぜひコメントで教えてください。いかがでしたか？今日の動画お楽しみいただけた方は、ぜひグッドボタンを押してください。感想はコメントでお待ちしています。厳選クラシックチャンネルでは、クラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日の夜8時、クラシック音楽を楽しむための入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生と代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団演奏家の紹介や、有名曲の解説などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方は、ぜひチャンネル登録をして、一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラビー。